はい、そうですね。今回は実際にその世界遺産だったりハワイのツアーをご担当されている方にお話を聞くという設定で、私も今日お会いさせていただいて、お二人ともすごく朗らかな雰囲気で、なんかもっとこうツアーのお話とかその現地のお話もたくさん聞けたらいいなと思ったり、なんかすごく旅行に行きたい気持ちになった撮影でした。今回は実際にその場所に行ってではなくてセットで撮影だったんですけど、でもこう空港だったり の背景が映るとやっぱりこうその空の旅を想像してすごくウキウキした気持ちになりますし、実際にその場所には行けなかったんですけど、すごく楽しい気持ちになりました。もう本当にすごいなと思って、その世界遺産を貸し切れるなんて知らなかったので、なんて素敵なんだろうと思いますし、すごく静かにゆっくりじっくり見れたらすごく感動もさらに大きくなるような気がして、本当にすごく素敵だなと思います。これも知らなかったんですけど、旅行に行く前って不安だったり心配事とかがたくさん出てくると思うので、それをなんかこう家から気軽に聞くことができて、現地の状況とかを知れたりするっていうのはなんかすごく安心して旅行を楽しみにできるなと思います。ちょっとウクレレに興味があるので、なんかこう一曲練習してハワイの海で夕日とかを見ながらこうポロポロ弾けたら楽しそうだななんて思います。そうですね、やっぱりその現地の気候とかそういったことももちろんですし、あとはなんかこう現地に住んでるからこそ知っているようなこう景色が綺麗な場所とか海が綺麗に見える場所とか、こう観光地ではないけどすごく美味しいご飯屋さんとか、なんかガイドブックに載っていないようなことをお聞きできたらいいなと思います。そうですね、海外旅行とかだとちょっと日本食が恋しくなる瞬間もあるかなっていうふうに思うので、私味のりがすごく好きなので味のりを持っていきたいです。旅行っていうのはもちろんその最中は楽しいものだと思うんですけど、やっぱり準備段階で不安だったり心配事とか質問があったりして、それを HIS は出発前からサポートしてくれるサービスがあるということを聞いて、旅する前からワクワクできて、私も旅するならぜひ HIS で行きたいなというふうに思いました。旅行に行きたいなっていうふうに CM を見てくださっている皆さんに思っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。